シャッスー7かです。今回もねエペックスやっていきたいと思うんですけれども、ちょっと今回はプレイステーション5の新しい情報が出たので、そちらの方皆さんとね共有していきたいかなと思います。まあ、今回ねどういうことが、発表されたかっていうと、プレステ5のねコントローラー関連の話ですよ。はい、皆さん気になるプレステ5のコントローラーがどうなってくるのか、そしてプレステ5で PS4 のコントローラーは使えるのかどうかってところがちょっとね出てきたんですね。そちらの方をお話ししていきたいかなと思います。今回のねプレステ5のコントローラー情報で言うと、今回からプレイステーション5はコントローラーのアップデートという形でね、今までは、コントローラーについてはアップデートが何もなかったっていう、もうただ販売されてそれ以降は何もね更新がなされなかったんですけれども、これ以降はなんとコントローラーにもアップデートが、本体アップデートですねが来るというお話ですね。びっくりしましたね。ちょっとね、まあどういう風になっていくかって言ったら、まあコントローラーのバグとかそっちら辺をね、コントローラーのシステム上で、まあ例えばソフトウェアのアップデートで悪い部分を直していくって形なんですけど、まあ何が変わるかって言ったら、どういう、まあ例えば他のねデバイスにこうデバイスで接続した時に相性が悪かったりとかね、そういうなんかおそらく中の話なので、まあ具体的にね僕らがねどういう風に変わってくるかっていうところはまだ未知数なところなんですよ。まあ今回はなんかあれですね、いろんなところでいうヘッドセットとかもそういうのもこのコントローラーで集約されてるので、まあそこの関連もそこで強化していくのかななんてね僕は予想したりするんですけど、で皆さん気になるねプレイステーション5でプレイステーション4のコントローラーが使えるかどうかっていう、そういう話ですよ。これ結構ね条件厳しく決まっておりまして、プレステ5の、プレステ5でデュアルショック4ですね、今皆さんが持ってるプレステ4のコントローラー、これが使えるかっつったら使えるんですよ。一応使える、だけど使えるんだけど、プレステ5用のソフトはそれはダメなんですよ。プレステ5でプレステ4のソフトを使うんだったら OK、動作するんだけど、プレステ5のソフトだと動作はしませんみたいな、そういうね制約があるんですよ。だからまあプレステ5専用コンテンツ、例えばコールオブデューティーが新しくなったりとか、エイペックスがどうなんだろうな、扱いがちょっとわかんないんですけど、エイペックスはディスクで販売されてないので普通にダウンロード購入じゃないですか。そういった場合にじゃあデュアルソック4が対応するかっていうところがちょっとねまだ条件的にはあれなんですよね。だからプレステ5用のソフトでプレステ4のコントローラー使えないっていうところで、今まで販売されたまあプレステ4でね使えたそれ以外の、例えばレーシングハンドルのやつとかね、アーケードスティックとかね、格ゲーのコントローラーとかっていういろんなその周辺機器はプレステ4のゲーム、 PS5 ゲームおよびサポートされている PS4 ゲームで動作します。それは OK なんだけど、デュアルショック4はプレステ5ゲームでは動作しませんっていうことになってるんですよね。これがちょっとねどうなんだろう、スカフコントローラーとかその他ね外部コントローラー、多分純正コントローラー改造品のコントローラーはおそらくプレステ5のゲームでは動作しなくて、プレステ5でプレステ4のゲームをする場合は OK っていう、そういう扱いになるのかなっていうのが今回の発表で分かったことなんですよ。まあねちょっとねプレステ5のコントローラー自体にもいろいろとねアップデートが重なって多分良くはなってくると思うんだけど、プレイステーションが抱えてる根本的な問題としてはね、スティックが弱い、スティックの耐久性が1年持たないぐらい一応やわなんですよね。正直今までそうですね、今までのコントローラーの歴史で言うとプレステ4のコントローラーがダントツでその部分に対しては弱かった。プレステ5に行く、プレステ3ですね、3と比べたら3っていうのはコントローラースティック自体の問題はあまりなかったんですよ。でスティックの問題っていうよりかはスティックの耐久性
っていうところかな。物理的なこと、あのボタンカチカチ押してると走れなくなるぐらい削れてく、あのね R3 ボタン L3 か L3 ボタンが削れてくっていうのがね主な症状だったかなと思うんですけれども、そうなんですよ。でプレステ4からはそのコントローラーに例えばちょっとゴミが入り込んだら基板がちょっとねおかしくなって誤作動を起こす、そういうことが結構あったわけですよ。で言うとプレステ5じゃあどうなるかっていうところですよ。その対策してるのかな、ホコリが混入しないようにスティックの方で何かね返しだったりそういうのがついてるのかなっていうところが気になる部分なんですけどね、耐久値的な面では。で皆さんが持ってるスカフコントローラーとかイビリコントローラーっていうのはプレステ5でプレステ4のゲームをすれば対応してるんだけど、正直プレステ4のゲームをプレステ5でするメリットっていうのがどこまであるかっていう話ですよね。そこがちょっと気になるな。プレステ4のゲームと言ってたら多分まあダウンロード購入とかっていうのも一応ねダウンロード購入コンテンツっていうのは基本的に2台のプレイステーションに確かインストールが可能だったと思うんですよ。だから1つのアカウントで2台まで確か共有ができたはず。なのでプレステ4の方で買ったゲームをプレステ5でダウンロードもう一回し直してそれで使えるかどうかってところがちょっと怪しい感じですね。だからそうなんですよね、フォートナイト、エイペックス、コールオブデューティーのウォーゾーンっていうのがどの部類に値するかですよね。プレステ5のゲームとして認識されるのか、プレステ4のゲームとして認識される、発売段階の方で基準としてね、そこで線引きされてるのかどうかってところが今回のね争点になってくるので、結構これはねぶっつけ本番ですね。だからソフトウェアメーカーのすり合わせがどうなってるかってところが今回のプレステ4のコントローラー。だからプレステ5もしかしてみんな今パドルを使ってる人がプレステ5に移行したら軒並みモンハン持ちを強要されるということになるから、多分正式に認可されたいろいろな周辺機器、例えば専用コントローラーだったりするものがプレステ5で使えたら、そっちの方が正直今後ねプレステ4をやってて、その自分が使ってるナコンとかレイザーとかアストロのゲーミングコントローラーですね、あのコントローラーがそのまま引き継ぎ使える、そのままパドル込み込みで使えるっていう可能性がまず一つ出てるのと、でまあそれが使えるか使えないかってところが ここも怪しいところですよ。だからちょっとねどうなんでしょうって感じですね。でも見る限りだとねどうなんだろうな、プレステ5ゲームおよびサポートされている PS4 ゲームで動作しますとはなってるので、まあそうですよね、プレステ側もねどういう対応を取ってくるかって話なんですよ。だから純正コントローラーの方が若干不利な感じかな、可能性としてはね。だからプレステ5で例えばコールオブデューティーが出ました、ディスク版出ました、買いましたっつったら、もうコールオブデューティーはプレステ5のコントローラーじゃないとダメってことになるわけですよね。正直ここら辺で言うと僕はワンチャンプレステ3のコントローラー使えねえかなと思ってたんだけど、まあそれはなかったね、ノーちゃんでしたね。プレステ4の生産がもう多分ね滞ると思うんですよ。でプレステ5になってくるんでコントローラーもなんか移り変わってくるので、スカフも新しくコントローラー多分作ってくると思うんですよ。まあおそらくね、まだみんな手元にコントローラーがないからわかんないけど、まあ基本的にソニーさんも言ったらプレステ4のコントローラー用のパドルアタッチメントを作ってきたってことは、プレステ5でももしかするとこの可能性があるわけですよ。だから僕は個人的に思うのが、プレステ5コントローラーをもし使うんだったらパドル待ちをしてもいいのかなって思いますね、これは。で実際じゃあプレステ5とプレステ4のサーバーが共有なのか同じところなのかどうなのかってところも、これはねまた気になるところなんですよ。でまあ一応プレステくぐりだから一応ね同じサーバーだと思うんだけど、そこで変えられたらね、プレステ3と4のサーバー変えられてたんで、そこもちょっと気になるんですよね。いろいろとだから分け隔てがあるんですよ、プレステのっていう、そういう話をね今回していこうと思います。まあね、アップデートでコントローラーっていうのは何かいろいろと変わってくるから、応答速度とかも変わってくるのかな、 Bluetooth のコーデックとかもなんかインストールで変わってくるのか、いやそれはないな。まあでも Bluetooth の遅延っていうのは結構ねプレステコントローラーの課題ではあったので、それがどれぐらい
なくなってるかっていうところもね、結構大きい、ところなんですよ。正直言っちゃうと。だから、そういう、まあ、そのね、Bluetooth の遅延っていうのは、まあ言ったらばね、昔の Bluetooth 規格使ってると、例えばイヤホンとかだと分かりやすいじゃないですか。音ずれがあるから。ああいうことの、デバイスバージョンですよね。音ゲーやってたら、僕も最初プレス4で音ゲーやって、なんだこれって、プレス3か。3で音ゲーやってたら何これみたいな感じでずれまくってたんで、まあそういうところがね、もっとシャキッとしてくれたらまあ僕はいいなと思うんですけども、この段階で多分もうシャキッとしてると思うんで、まあね、この周辺機器問題っていうのは、今後プレステ5が出た時にちょっと勝負していった方が僕は確実かなと思います。だからみんなね、今コントローラーを買い替え悩んでる人は、少し今の自分のね、使える、まあコントローラーがもう水没しちゃったとか、そういうもう本当に全く使えないって言ったらまたあれなんだけど、今こうやって、なってる時にどう買い替え悩んでる人はちょっと待ってもいいかもしれないね。っていう、そういう感じの情報でございました。あと、まあ大体3ヶ月ぐらいで発売になるのかな、秋になるんでね。3ヶ月ぐらいだったら待てるわって思う人は、待ってもいいかななんて思います。というわけで今回はこんな感じで、プレステ5のコントローラーについてのお話でございました。それでは次回もかかってこーい。